バーディーはズキが製造販売していたオートバイである。1973年にスーパーフリーイ50、80の後継モデルとして製造を開始したビジネス用バイク。社名は英語の小鳥に由来し、街に住み着く小鳥のように生活の場に適した愛されるバイクとして命名された。競合車種はホンダスーパーカブヤマハメイトなどで両モデル同様にフレームは アンダーボーン型である。水平配置のシリンダーを持つ、空冷単気筒エンジンへの燃料供給は、ミクニ製キャブレターを介し、動力伝達は、エンジン内蔵式3速、ロータリートランスミッションと、自動延伸クラッチを組み合わせて行う。ブレーキは、前後とも、ワイヤー式、ドラムブレーキ。サスペンションは当初フロントサスが、ボトムリンク式、リアサスが、 ツインショックのスイングアームであったが、新聞配達仕様や郵政小仕様ではテレスコピックフォークに変更され現在では全車、この仕様となった。指導装置はキックスターターが主体であるが、6V バッテリー搭載の初期モデルからセルモーター付けもラインナップされており、セル付き車のみ 12V を搭載する。後に全車 12V 仕様となった。排気量、エンジンの相違による、 シリーズ車種が製造されたが、本校では排気量別に解説を行う。なおスーパーフリーは元となるモデルであるが、共通する部分が多いため加えることとする。1969年式会501969年発売。1971年まで販売されたアンダーボーン形式のビジネスモデル。交渉出力 4.5PS。吸気系統は、 クランク系スリードバルブニストロークオイルの供給は同社の4輪軽自動車で実績のあった CCIS 分離給油方式を採用。後の FR50 型にはフロント周りはほぼ同じ仕様で継続されるがフレームのリアセクションは大きく異なっている。ホンダスーパーカブに酷似したスタイルだがフレームはスーパーカブがリアセクションをプレス成形してフロントセクションと シンプルなパイプで繋いだことに対し、スーパーフリーカイ50はリアからセンターまでプレスも中とし、それにヘッド部分を溶接するスタイルを採用した。これによりフレーム合成はスーパーカブより格段に高くなり、高速走行時の安定性が非常に高かった。エンジンには市販車では初となるクランク系スリードバルブ形式を採用し、 低い燃費と高い馬力を両立した。これは当時の鈴木のレーサーで使われていた技術のフィードバックである。キャブレターは VM14 相当のものが右ケース内に収納され、騒音防止と防塵性が高く整備性も良好であった。このキャブレターの収納形式は、バーディシリーズはもちろんのこと、K シリーズにもほぼそのままの形で受け継がれている。 フレームのリアセクションの右側にサイドカバーを兼ねた鉄製燃料タンク、左側に右側のタンクと同じスタイルのサイドカバーを配し、その中にオイルタンクとバッテリーが収められていた。現在ではマイナーな存在ではあるが、このスーパーフリーカイ50デニストロークバーディシリーズの基礎部分は完成されており、鈴木賞配器両オートバイの要石のようなモデルである。 FR50 型、編集 FR50 から3型 FR50、J 型4サイクルバーディー50、編集 BA41A 型 BA42、A 型 RC50 型、編集鈴木 RC50、編集鈴木 RC50Z クルドハン、強制空冷エンジン2サイクルバーディー50、編集 BA14A 型1993連に、マイナーチェンジを行い形式が、 BA14A となる。この時、以下の仕様変更が行われた。詳細は、EN、鈴木 FR80 を、参照にストロークエンジン搭載車、編集 FR80 形態分類、編集国内向け鈴木 FR70 及び80、パーツリスト各班の出版年月及びの、初出年月を以下に示す。四ストロークエンジン搭載車編集形態分類、 編集国内向け鈴木 FB80 パーツカタログ各班、鈴木発行の商品カタログをもとに携帯分類を一家に示す。鈴木 RG スポーツ110鈴木セイトリア120、鈴木レーダー150東南アジアを中心とした発展途上国向け輸出モデルでは BA14ABA41A 系列の車台に排気量 100cc のエンジンを搭載し、 2ストロークが RC100、4ストロークが FB100 として製造・販売された。また厳密には、バーディーとはやや異なるスクーターアとンした車種でも、排気量 110cc の車種も製造されにストロークはクリスタル、4ストロークは将軍の名称で販売された。バーディー由来の水平シリンダーエンジンの車種は、 上記 110cc までで、その後は軽車シリンダーの新エンジンにレイアウトが変更されているが、上記の後継車種として鈴木 RG110、鈴木セイトリア120、鈴木セイトリア F150 などの系譜が続いている。ありがとうございます。